古川美術館は愛知県名古屋市畜作にある美術館である。ヘラルドグループの創業者で初代館長である古川た三郎が収集した美術品コレクションを寄付し、1991年11月にオープン。近代日本画を中心とし、洋画、陶磁器、工芸品などの作品を約2800点を収蔵している。また、文館としてた三郎記念館がある。 ためサブロー記念館。ためサブロー記念館は、古川ためサブローが晩年を過ごした邸宅を2007年11月3日に、古川美術館の文館としてオープンしたものである。本館の南西約50メートルに位置する。記念館は、1934年に建築された、すき家作りの元料理旅館で、主や、ため春邸のほか、日本庭園やその中に立つ、茶室、地足庵からなる。 現在は年に数回の企画展やイベントなどが開催されるほか、定茶コーナーがあり、日本庭園を眺めながら茶を楽しむことができる。また、2013年7月8日に、名古屋市の認定地域建造物資産に認定されている。2011年8月1日、公益財団法人化に伴い、財団法人古川会より名称を変更。 ためさぶろう記念館に関するカテゴリー、ありがとうございます。